あの橋本カフェ部に行く前に、うん、あの僕ちょっと喉が痛かったんで病院に行ってきたんですよ、うん、ではちょっと喉痛いし時間あるし病院行こうと思って、うん、朝病院に行って、うん、あの初めて行く病院だったんで、うん、あの診察券じゃねえや保険証を出したら、うん、診察券ないんでね、そしたらあのこれ期限切れてますよって言われて、うん、よく見たら9月で切れてたんですよ期限が、うん、で新しいの受け取ってなくて、うん、ああこれはダメだと思って、まあ、区役所に行って結局受け取ったんですけど、うん、あのそれでちょっとカフェ部に遅刻したんですよ。ああなるほどな。そう、それで橋本さんにその話をしたら、うん、いやアホやなみたいな、うん、なんでそんなんなるんみたいな、気づくやろ期限なんかみたいな感じで言ってきてまあまあそれはそうなんですけどねみたいな、うん、あのまあこともあって、うん、保険証なんかようあるで切れとることなんか、うん、そうそうそう、でもまあやけに言うなと思ったんですよ、うん、でその後あのカフェー部でね乳麺食って膝がんって血だらだら出て、うん、あのいろいろあって、うん、橋本さんこの後どうするんですかって言ったら、歯医者に行ってくるって言って、うん、その親知らずを抜くみたいなんで嫌だなみたいなことをずっと言ってその東村山の阿佐ヶ谷でカフェしたの東村山の歯医者に行かなきゃいけないんで結構頑張るなと思って、で一緒に電車に乗って、うん、僕はもう帰ってあの橋本さん東村山まで行ったんですよ。荻窪じゃけんなお前は、通り道じゃけん、通り道でそのまま東村山まで行って、うん、数時間したら LINE 来て、うちも保険証切れとったわって。もう何なんだよと思って、もうマジでそんな絵に描いたようなことも起きると思って、結構な距離移動して人のことバカにしたのに自分のも切れて全然歯も見てもらえてないっていう、歯見てもらえてない、歯見てもらえてない、だって保険証切れてますからね。もう分かっとったのに阿佐ヶ谷で。いやその切るとアホやな言って、しかも本当は家に帰ったけど行ったことにして切れて。いやでも多分バカって言われたくないし、診察できないのを相当危惧したんでしょうね、うん、折りたたみ式の携帯カバーにしてそのスイカとか入れるとこに診察券入れてるんですよ。ああ診察券は持ってってるのに結局久しぶりだと保険証出さなきゃいけない。月が変わったら保険証出さないけど、その保険証は結局切れてたんですよ。うわ、そのぬかりありさったらないでしょ、その、うん、ぬかりある感じ。しかもちゃんと保険証っていうね、そうそうそう、すごいですね。これ免許とかだの可能性が全然あるわけで、ちゃんと同じミスをねしますから、ね、なあやっぱ本当にすごいですよそういう意味では、うん、なんでしょうね、あの人はやっぱ変わってますからね。一緒にいるといろんなこと起きますからね。俺なんか何にも起きない。もういいよ。その話はいい。この間のキャンプもういいよ、だからカラスだろどうせ。いやいや、ほんであの、あ、違うのもあるんですか、うん、あの西村さんがいつも食材を余らしてくる。あ、よくありますね、大量に買っちゃうんですよね、うん、今日もあの3分の2余らしとった。でもまあ弱いな。弱い、やっぱり弱いな。弱いな。なんて楽しそうなんで、そんなちょっと橋本さんどっか行ってみるもあると思うし、それ気づくと羨ましいもん。そうそう、そんな起こせるって、ね、なんでまた何かあったらね橋本の話もしたいと思います、うん、平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって。いや、そうなんですよ、まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから。僕は隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。